がドアップで映ると、はい、もぐもぐ食べてください。もぐもぐまるまるみんな食べるよ。薄揚げと小松菜の大体薄かったな、味が。え、美味しかったよ。あの、チンピラごぼうも美味しかった。薄かった、汗かくわ。私はあれ全部食べたからね、ちゃんぽんから。汗かくわ。ナナちゃんの残りも食べた。じゃあ、クーちゃんの残りも食べたよ。汗かく。あ、そうや、来すぎやね。あ、これ持っといたら、カレーついたら大変や。はい。三者面談ってさ、何日の何、何回あるんやの。知らん。三者面談あるの？知らん。知らんのかい？今三者面談まだあったら怖いな思って。変な顔すな。心が変な顔する。心？うん、あれみたい。ガチャピンとムックのムック。やめてくれ。あ、あの、意味なかった椅子、やめて、意味なかった椅子、リビングでするよ。すごい、お腹いっぱいになってきた、もうやめときよ、パンパンになるのはやめときよ。まだいける、まだいける、うん、すごいな、あと半分いける、すごい。あ、ごめんね、ごめんね、遅くて。あ、おかわり、はい。全然遅くないから。はい、ナナハさん、おかわりさです。はい、ココロ様、おかわりだそうです。おとんやもわ、はい。ママ。ママ。ここに声が来た。ママ。ママ。ママ。カーテン閉めの反射してる。ココロ、カーテン閉めの反射してる。大丈夫、ココロ君がおったら大丈夫。俺もママにお願いした、一杯食べれんかったわ。頭がツルツルテカテカ、明日もあれ、はい、あれただのマゲや。ありがとうございます。野菜も食べてくださいね。食べようとしてるんですよ、ね、食べようとしてるんです。じゃがいもが、あ、じゃがいもがぶっ飛んでた。まあ、野菜なんてね、はい、まあ、食べようとしてるんですよね。わかりました。食べて、食べようとしてるんですよ、食べて。いや、ほんまにさ、6年生になって社会とか理科のテストで平均点が取ってみ、うん、もう泣くで、泣きや、泣いてみる、泣いてます、嘘。じゃあ人に言うの、泣いてみろや。小学6年生のテストやで、食事中だもん、ね、俺まあ1回しか取ったことないけど頭いいから。あと13分で1本目できるから、プラス20分で330分で何時間、5時間。あー、こぼれちゃった。5時間。じゃあ5時間で明日編集終わるわ。こぼれちゃった。え、2本編集終わる余裕。ママが熱出たらどうするの？うん、終わり。終わり。人生終了の知らせ。うん、金儲けできる。カップ麺作れるし。金儲け言うな。カップ麺作れるし動画アップできる。動画アップしてくれる？ナナちゃんのあの独り言だけでいいからさ。俺が編集するわ。ショート動画で。ショート動画で。あなた編集の仕方教えたってんからさ、やってよ。1分1時間かかるくせに言うなよ。私編集の仕方知らん。知らんのかい。誰か教えて。教えたのわからんけど。これ丸々食べたら多いで。うん、うん、もうやめとけよ、もう。すごいね、やばい。できるんやけど。すごいねんけど。うわもうなあ、ももちゃん、もうみんな同じぐらいついだやんな。ついだ、全部食べよる。どうしよう。まあ、ナナハと心は2杯目やけどな。心臓が
熱い。見てほら、ボケたやろ。うん。うん。じゃあ、Amazon プライムは奈々さんの部屋でしか見れんから、こっちはバラエティーつけとこ。そうなるとパパに設定で教えてもらってるから。ずっとそうそう、いや、あるある、テレビ心の部屋にもある。まあ俺アマプラの切り替えの仕方の設定わかるから、おばあちゃんの使ったナナの、その、ナナのパス、ナナのテレビから、うん、あれ大きいテレビか俺のテレビの方にアマプラつないで。えおなんでおばあちゃん3階もある。あ、そうや、お泊まり行くときにテレビ持っていけるから。あ、そうや、それがめぐちゃんのことです。いつもおだいよ、すごい、ありがとう。フィッシュ、いっちとクーが食べた全部、すごい、置いといて、おめでとう、置いといていいよ。なに今日音楽の時間でさ、はい、曲出てんけどさ、うん、A 番みたいな名前の人がさ、歌っとった曲があってんけどさ、どういう曲やと思う？何よ。マイファーザーマイファーザーてて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 てっていう曲が出て、え、あなたが歌ってるやつや。そう、俺が、え、まあ、そう、魔王がさ、出てすごない何やねん。ご飯さっき言ったらごと今日さ、その曲、あ、食べようなけどさ、その曲以外さ、真面目に授業受けてないね。そうですか、おいしい、うん、ななちゃんかわいい、かわいい、サンブス野菜に行き過ぎ、なブースが一番お気に入りやねんけど、ちょっと寄ってきてくれる、帰ってきた、ケミを押してる、お皿持てケミ、嫉妬してたよ、聞いてん、しばくで、ケミがとりあえず構ってほしいね、すごい、はい、ピッカピカ、うん、ありがとう、ありがとう、これ見て、すごい、マーリン、マーリン、すごい、赤い首あってマーリンやんな、うん、体が細い方がマーリンな、じゃあマーリンよ、はい、ケミ、明日さ、昼飯さ、パパ抜きでさ、しゃぶしゃぶ行く、どうやって、マーリンがティッシュ食って、あ、耳で言って誘ったらいいんや。お金持ってない。そういう時は俺の場所から降ろしてもらって、ピーポーピーポーで行くから。さっきからずっとさ、テリーも周りもグッとったで、ね、ティッシュ。あ、そのティッシュちょうだい。ママティッシュ。